私の名前はひまわり。最近息子が生まれて忙しくしてます。子供が可愛くて日々成長の喜びを感じて忙しいのも嬉しいんだ。最近私は引っ越してきたばっかりなんだけど、ここのママさんはみんな優しいし仲良くやっていけると思ってたんだけど、ママ友の一人の花見さんって人からいきなり LINE が届いたんだ。何の用事かなと思って見てみたら、私の言うこと聞かないと大変なことになるわよ。こんにちは花見さん。大変なことって何ですか？あなたは引っ越しをしてきたばかりで知らないかもしれないけど、私ここのリーダーだから、私を怒らせないようにしてね。リーダーとか関係なく、私はみんなと仲良くしたいので、怒らせるようなことはしないように気をつけます。そうしてくれると助かるわ。じゃあ早速だけど、来週行く食事会の場所決めといてくれる？食事会の場所ですか？予算は2000円以内で食べ飲み放題。個室がいいから絶対に個室で、それから店の雰囲気がすごくおしゃれで、デザートとかはサービスしてくれるところがいい。ええ？あとはそうね、高級なお肉とかも食べたいかも。それ私参加しないやつですよね。他のママさんから話聞いたんですけど、その食事会って確か夜に集まるんじゃ。そうよ、あなたは引っ越してきたばかりで忙しいかもしれないと思って誘ってない。夜の食べ飲み放題だからお酒もつけてね。それで2000円以内は無理があると思います。口答えするな。それに私参加しないのに、なんで私が。私に逆らったらどうなると思う？どうなるんですか？別に無理なものは無理だって伝えてるだけなのに。私の旦那ヤーさんなの。ヤーさん？焼き鳥屋さんですか？もしそうなら今度ぜひ食べに行きますね。私食べるのがすごく大好きで、いっぱい食べるので、ぜひどこのお店か教えてほしい。バカにしてる？え？ヤーさんって言ったらヤクザってわかるでしょ。私の旦那はヤクザだから逆らったらどうなるか考えてみて。旦那さん強そうですね。え？何かあった時に守ってくれそうでいいじゃないですか。だけどママさん同士の話になんで旦那さんが絡んでくるんです？今回は私と花見さんのお話だから旦那さんは関係なくて、それで旦那さんの職業がヤクザで。本当に何もわからない世間知らずなのね。天然とか言われてるみたいだけど、ただ頭悪いだけ。まあ確かに頭はそんなに良くないですけど、そんな風に言うのは失礼なことですよ。とにかく私の言うことを聞きなさい。だからなんで旦那さんの職業が。言うことを聞かなかったら旦那があんたを襲うって言ってんの。組員を何人か連れていくから、そのつもりで。ああなるほど、言うこと聞かないとボコボコにするぞってことですね。けどママ友同士なのにそんなお話やだな。さっきから何ふざけたこと言ってんの。黙って私の言うことを聞けばいい。だってそんなことしてたら私大変になるじゃないですか。そのうちお金を貸せとかも言われそうだし。どっちがいいか自分で考えろ。私を敵に回して今後の人生めちゃくちゃになるか、私の言うことを聞いて下僕になるか。どっちも嫌ですよ。対等なママ友として仲良くしましょう。無理。とりあえず店を今日中に決めなかったら、あんたのこと仲間だと思わないから。そんな無茶苦茶な。黙れ。言うこと聞かないとヤクザの旦那があんたをボコボコにするわよ。冗談じゃなくて本気で言ってるから、なめてんじゃねえよ。言うこと聞かなかったやつは何人もこの世から消し去って海に沈めてやった。そうなりたくなかったらちゃんと言うこと聞け。物騒なこと言いますね。怖い怖い。じゃあ店ちゃんと決めてね。数日後。ねえ、みんなに変なこと言った？変なことって何ですか？ほら、私の旦那の職業のこととか。お話ししました。はあ？私の旦那の職業の話になってみんなで話してたんです。花見さんの旦那さんはヤクザで力が強そうだから羨ましいなって。なんで変なこと言うのよ。そのせいで私の周りからママ友が減ったじゃない。どうしてですか？そりゃそうでしょう。ヤクザなんて聞いたらみんな怖がって近寄らない。旦那さんの職業でママ友の付き合いが変わったりするんですね。すみません、そこまでは考えてなかったです。あんたは怖くないの？普通は嫌でしょ。どんな職業をしてたとしても、その人がどんな性格か話さないとわからないので。こいつ思った以上のポンコツだ。だから職業とか見た目で人のことを決めつけるのは嫌いなんです。
他のママさんもてっきり仕事のことは知ってると思ってたんですけど。それは隠してるのよ。みんなに怖がられるじゃない。それにほら警察に目つけられても嫌だし。なるほど、そうだったんですね。次からはあんまり人に喋らないようにします。もう遅いのよ。すでに周りから人が減ってるんだから、どうしてくれるの。だって私にあんな自信満々に言ってくるから、まさか隠してるなんて。もういいわ。あんた結局店も決めなかったし、私と敵対関係にあるってことでいいのよね。違います、そういうわけじゃないです。じゃあどう落とし前つけるつもりなのかちゃんと言えよ。私に迷惑をかけ、私のお願いを無視したんだからよ。そうですね、今度コーヒーおごります。は？そんなことで許してもらおうと思ってんの？あんまりふざけてるとあんたの顔を2倍にしてやるから。しょうがないですね。じゃあパンケーキもつけちゃいます。すごく美味しいふわふわのパンケーキですよ。私も食べたんですけど、もちもちで美味しかったです。それにあのシロップも最高で。もういい。え？あんた本当に話にならないっていうか頭悪すぎ。ひどい。今後私の言うことを聞くって今誓え。もし誓えないのならあんたの家に乗り込むから。言うことを聞くなんてそんな気軽に言えません。何をお願いされるかも分かりませんし。誰のせいで私が孤立したと思ってんの？私の周りからみんないなくなっちゃったんだよ。けど皆さん冗談だって思ってるみたいです。何がよ。ヤクザっていうことをお伝えしたんですけど、みんなそんなわけないない、あの人いつもそんなことを言ってるからって冗談みたいに言ってました。引っ越してきたばかりで私の言葉に信用がないんでしょうね。誰も信じてないってことじゃない。やっぱり新入りの言葉の重みはないってことで。違う、あんたの言葉を信じてないとかじゃなくて、私が言った言葉を。え？けどそれで私の周りから人がいなくなったってことは、ヤクザだって信じてないけど距離を取られたことに。何それ、ますます意味わかんないっていうか最悪。花見さん？もういいわ、お前絶対に許さん。なんでいきなり怒るんですか？覚えてろよ、次旦那も含めて絶対にボコボコにしてやるからな。旦那に手を出したら許しませんからね。もちろん子供にも手を出したら私だって黙ってませんから。それに私小さい頃から運だけはいいので、私に危害を加えようとすると逆に悪いことを起こりますよ。嘘をつくにしてももうちょっとマシな嘘つけ。次の食事会の時楽しみにしとくんだね。悪いことはしない方がいいですよ。数日後。あんだけ言ったのによく夫婦揃って参加できたわね。子供を連れてみんなで水族館に行けるって聞いたので楽しみにしてました。いいところですね。お昼のランチも美味しかったし。私があんたのこと嫌いだって覚えてる？なんか怒ってたやつですよね。今日は私の旦那もいるから。ヤーソンって入れ墨いっぱいですごい筋肉質な人を考えてたんですけど、やっぱりいろんな人がいるんですね。細くて羨ましいです。は？バカにしてる？バカになんてしてません。もう頭にきたから、あんたの旦那ボコボコにする。金属バット持ってきててよかった。病院送りにしてやるわ。危ないですよ、帰り討ちにされちゃいます。え？あちゃー、大丈夫ですかね花見さんの旦那さん。私の旦那に何したの？いや、いきなりバット持って襲いかかろうとしたので旦那が帰り討ちに。旦那細くて弱く見られがちなんですけど、実は格闘技とかしてて、弱そうに見えるかもしれないんですけど結構強いんです。嘘、なんかやさ男って感じで見るからに弱そうなのに。そんなに強かったのなら早く言えよ。旦那さん走って逃げて行ったんですけど大丈夫ですかね？大丈夫なわけないでしょ。今話聞いたら腕と足がパンパンに腫れてて骨折れてるかも。元はといえば襲ってきた花見さんの旦那さんが悪いですし。どうしてくれんのよ、病院代払え。それと今後私の言うことをずっと聞け。じゃないと組に行ってあんたの家マジで大変なことになる。300万の病院費用と口止め料100万払ったら黙っといてあげる。けどあなたの旦那さんが襲ってきたところバッチリ動画に残ってます。動画？私この前言いましたよね、小さい頃から運がいいって。思い出を残そうと思って動画撮影してたんです。そしたらいきなり襲ってきて、それを旦那がガシャーンって。かわいそうに、旦那は震え上がって足も手も痛いって言ってる。
言い訳はいいから黙って金払え。ちなみに他のママさんも見てますからね。なんで？今は自由時間でみんなバラバラの場所にいるはずなのに。偶然みんな集まってきたというか、偶然行き先が同じだったというか、だからみんな花見さんの旦那さんが襲ってきたっていうのは知ってます。私だけのけ者にしてみんなで一緒に行動なんて聞いてない。本当に偶然だったんです。だいたいみんなまだ水族館の中にいるのに、私たちはその横にある公園をブラブラしてましたし、公園にみんな集合するなんて誰も思ってませんでした。それもひまわりさんの運がいいからとか言うつもり？その可能性もありますね。小さい頃から宝くじとか当たりやすいですし、私に意地悪してきた人は何かしら悪いことが起きたり。それで旦那が怪我したとか信じられない？ああ、それは私とは関係なく旦那がやり返しただけです。旦那も怒ってたんですよ、俺の妻にいつも失礼なことをって。失礼なことをしてるのはあんたでしょ。元はといえばあんたが言うこと聞けばよかったんだから。私は人の言いなりになんてなりません。なんで私が花見さんのご機嫌取りをして下僕にならないといけないんですか？それはあんたが新参者だからで。旦那がずっと話をつけるって言ってたんです。だけどママ友同士の話し合いはママ友同士で終わらせたくて。そんなのどうでもいいから、それより治療費。私にまだ絡むんです？これ以上悪いことが起こっても知りませんよ。うるさい、こっちは車で病院に向かってるんだから。お子さんここにいるのに置いてっちゃったんです。忘れてた、あんたが面倒見ろ。そして夕方家まで送り届けて、ちゃんと病院代の300万と口止め料100万ね。口止め料も何も、旦那さんヤクザじゃないんですよね。え、皆さんが言ってましたよ、花見さんの旦那さんは普通の会社員だって。ヤクザとか言ってるのはいつも引っ越ししてきたママさんに強く言うためで、花見さんの旦那さんは花見さんの言う通りに動いてるって。違うわよ、いつも私がいじめられたって旦那に泣きついてんの。それで旦那が怒って私の言う通りに襲ってくれる。まあどっちでもいいですけど、迷惑な話ですね。なんでみんな話しちゃうのよ、本当に空気読めない。真実を教えてくれる優しいママ友がいっぱいいてよかったです。けど私怒ってますからね。はあ、怒りたいのはこっちよ。なんであんたが怒るのよ。私の旦那に手を挙げようとして自分のお子さんをないがしろにする。あなたなんかもう嫌いです。奇遇ね、私もあなたのこと大嫌い。どうなっても知りませんから。うぎゃー、ああ、いきなり大声出してびっくりするじゃないですか。やばい、事故った。だから言ったじゃないですか、私に意地悪すると悪いことがって。しかもね、ただ事故っただけならいいんだけど、なんか真っ黒な車で高そうなやつで、中から出てきたのは黒スーツにサングラスですか？そう、見るからにヤーさんみたいな。なるほど、因果応報ということですね。しかもね、止まってるところにぶつけたから10ゼロで。やばい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 、相手全然笑ってない、めちゃくちゃ怖い。どうしよう、助けて、どうしよう。 LINE する余裕があるならまだ大丈夫じゃないですか。怖いから旦那と一緒に車の中に引きこもってる。外から窓ガラスゴンゴン叩いてる。それ早く出て行って謝った方がいいのでは。大丈夫ですかって、もう友達じゃないので心配してあげませんから。ひまわりさん、最後に教えてあげるね。あなたは職業とかで人を選ばないって言ったけど、ヤクザはダメよ、ヤクザは。だってもうわかる、私ヤバいの消される。おーい、大丈夫ですか。誠心誠意謝ったら、優しい人だったら許してくれますよ。あ、でも私に意地悪したから運が発動して怖い人の可能性もって、あれ、おーい、花見さん、うぎょー。あ、終わった。その後、花見さん夫婦はちゃんと病院に行けたのかな。もし骨折とかしてたら一応謝罪をしようかなって旦那と話してたんだけど、あの後喋れなかったんだ。1週間程度は家にいたみたいなんだけど、その後夜逃げをしたみたいで、幸いなことにお子さんは実家のお母さんが面倒を見てくれているらしく、今はのびのびと生活してるってさ。花見さん夫婦は仲はいいけど、子供への愛情はいまいちだったみたい。黒スーツの人に謝って仲良くしてるのかな。
話してみたら友達になってすごく仲良くなって引っ越ししたのかも。それか黒スーツの人と友達になったけど喧嘩しちゃって夜逃げとかなのかな。どんな人たちだったか聞けなかったのに結局一回も話せないまま引っ越し、残念。でも他のママさんは面倒な人がいなくなったって喜んでた。花見さんって人望なかったのかな。何かあった時に助けてくれるのは家族や友達だから、もっと大切にしようって改めて思ったよ。こんにちは、私の名前は吉野、食べるのが大好きな27歳の派遣社員です。私は短期メインの派遣会社に登録していて、あちこちの会社に派遣されている。そして今行っている派遣先の社員さんから頼まれて、今日は娘さんの結婚式に参列することになった。なんでも新婦側の招待客が少なくて見栄えが悪いとか。ただご飯を食べるだけで1万円がもらえると聞いて、私は大喜びだったのですが。吉野さん、おはよう。今日は頼みますよ。山田さん、おはようございます。今駅で電車を待っている最中。朝から立ち食いそばを3杯食べて元気いっぱいです。今日はよろしくお願いします。いやー、助かったよ。娘の友達、頭の悪い子が多くてね。結婚式に来ればいろいろといい思いができるのにね。忙しいとか言って全然来ないんだよ。そんな頭の悪いダメ人間みたいな子なんか来なくて正解だよ。うちの娘はすごく可愛いからね。ん？娘さんのお友達を悪く言うのは良くないと思いますが。いいのいいの、だって本当のことだからね。娘の結婚相手も冴えない感じでさ、つまらない男なんだよ。父親としてはね、俺以上の男と結婚してほしかったんだけどな。まあ無理か。僕は男としてかなりランクが高い位置にいるからね。もしかして吉野さんも僕に惚れちゃった感じ？ダメだよ、僕再婚はできないよ。前の妻と離婚するとき本当に疲れたからね。僕みたいな男は遊ぶのが一番。もしかして吉野さんも遊びたい？おえ。すみません、お腹が空いてきたのでホットドッグでも食べてきます。おいおい、大丈夫なの？遅刻されちゃ困るよ。うちの娘もね、遅刻常習犯なんだよね。だから昨日は実家に泊まりなさいって言ったんだけどさ、友達と一緒に独身最後の夜を楽しむとか言っちゃってさ。なんかそれフラグが立ってませんか？フラグ？何それ、フラダンスか何か？吉野さん、僕にフラダンスを見せたいの。吉野さん、よく食べる割にスレンダーな体型してるもんね。そうだね、見てあげてもいいけど。おげー。え？いえ、失礼しました。私は踊るよりも食べる方。今度の日曜日はロコモコとマラサラを食べに行こうと今決めました。何それ、デートのお誘いかな？変なこと言ってる暇があったら娘さんに連絡してください。なあ、そうだね。吉野さんは気が利くから僕のお嫁さんにしてあげてもいいかな。お断り。正直山田さんとはそこまで話したことがない。というか仕事だけの付き合いなので、こんな人とは思わなかった。私にとってものすごくカロリーを消費してしまう相手だと分かったので、今日の結婚式が終わったらなるべく近づかないようにしましょう。うむ。でも結婚式は始まらなかった。想像通り新婦が大遅刻をしてきたからです。私はぐるぐる鳴るお腹を押さえつつ新婦の到着を待っていた。そしたらビデオが流れるモニターに新郎新婦の LINE のやり取りが出てきたのです。なんじゃこりゃ。新婦リカと新婦父山田の LINE。 パパごめん、私寝坊しちゃった。さっきからカレピと LINE してるんだけどさ、あいつマジ怒りすぎなんだけど。結婚式当日に大遅刻するとか、さすが私遅刻はすぎる。私朝ごはん食べてから行くからパパよろしくね。俺たちはもう終わりだ。え？ちょっとやだパパ、何言ってんので、お前何考えてる？なんで寝坊してるんだよ。だって独身最後の夜なんだよ。まあちょっと楽しみすぎちゃったけど。てかなんでパパ怒ってるの？終わりってどういうこと？私結婚するんだよ。これから始まるの間違いじゃないので、あいつだよ、お前の結婚相手。あいつが俺にごちゃごちゃ言ってくるからよ。き
と娘は今大変な状況にいるに違いない。そんなことも信じられない。お前は人間として終わってる。そう言ってやったんだよ。で、そしたらあいつ、じゃあ皆さんにやり取りを見せていいですねとか言い出しやがって、お前との LINE のやり取りをモニターに映したんだよ。寝坊しただのあいつらなんか適当に待たせとけみたいな内容がな。は？え、なんでパパ止めないのよ。俺にだって男としての意地ってものがあるだろうが。はあ？じゃあ寝坊したのバレちゃったの？式場にいる全員が知ってる。親戚も会社の関係者もみんな。うちの上司も来てくれてるんだぞ。どうしてくれるんだ。普通 LINE のやり取りとか画面に出さないでしょ。パパが余計なことを言うからこうなったんだよ。今までは遅刻したりしてもパパがごまかしてくれてたのに、どうすんのよ。もぐもぐもぐ。結局結婚式は中止になり、お食事会になった。結構な人数が帰ってしまったので食べ放題状態。私が食べまくっているのを見て、ホテル側の人がたくさん持ってきてくれた。ステーキ、柔らかくて本当に美味しかったです。引き出物と今日の報酬もいただき、私も帰る。前にマラサダを食べに行きました。マラサダはポルトガル発祥のクリームのないドーナツみたいなもの。よくハワイで食べられているらしい。最近のマイブーム。これが美味しいのです。翌日、山田親子の LINE。全部全部全部パパのせいだから。何言ってるんだこのわがまま娘が。だいたい友達なんていないだろう。結婚式に来てくれる子が全然いないからって、お父さん会社の子にまで声をかけたのに。あのステーキ10万以上食べたって子、てかパパの会社あんな子がいるの？あの子は派遣なんだよ。てか他にも出席代行の桜を10人以上も雇って、それでこれか。お前何してんだよ。何というか、ホストクラブ？は？だって結婚したらホスト遊びとかできなくなるかもじゃん。そうなったら私寂しいし、だから独身最後の夜にシャンパン入れてきたんだ。このなんでお前はそうなんだ。はぁ、てか別に今までパパ怒らなかったじゃん。私が遅刻するのなんていつものことでしょ。学生時代の修学旅行も受験もみんな遅刻したもん。それでもパパはリコちゃん可愛い、リコちゃんは生きてるだけで可愛いんだって言ってたくせに。そりゃそうだけど、今回はお父さんの上司も来てくれてたんだ。あの LINE のやり取りを見てため息つかれたよ。山田くん、君はどんな子育てをしてきたんだってな。ウケる。確かにパパの子育てが悪いからじゃんね。前結婚がダメになったのにのんきな。何言ってんの。結婚はするよ。結婚式はまた違う期間にすればいいじゃん。結婚式しなくても入籍だけはするつもりだし。ねえ、次の結婚式するときはパパ今度こそ起こしてよ。娘さんとは結婚しませんってあいつに言われたよ。は？え、何言ってんの。カレピ君もパパと同じだよ。私のわがまま何でも聞いてくれるもん。こんなことで嫌いになったりしないもん。家族や親戚、友人みんなから結婚を反対されたそうだ。さすがにあいつも結婚を諦めるってさ。やだ、そんなのやだ。私お嫁さんになるんだもん。こんなのおかしいよ。パパのせいでしょ。パパ責任取ってよ。寝坊した人間が何を言う。やだやだやだ、私結婚するの。山田さんの娘さん、結婚が流れてしまったらしい。というかこの状況ですんなり入籍したら逆にびっくり。そして娘さんは山田さんのせいで結婚がダメになったと荒れているらしく、ついに会社にまで乗り込んできた。もぐもぐもぐ。山田さん、娘さんが来てますよ。え、うちの娘が？なんか受付のところで大きな声を出しているから、受付さんがかわいそう。早く行ってあげてほしいのです。ちょっと僕よくわからないんだけど、吉野さん言ってよ。パパのせいで結婚がダメになったと大騒ぎしている。私が言っても無駄。それに私は今コンビニで買ってきた明太ツナマヨパスタを食べるのに忙しい。明太だけでもツナだけでもマヨだけでも美味しいのに、全部使ったパスタとかこれマジ神美味しすぎる。
やばい。ねえ吉野さん、僕がご飯をおごってあげるからさ、うちの娘を止めてよ。吉野さん食べるの大好きでしょ。僕がいくらでもおごってあげる。え、無理。え、確かに私は食べるの大好きで食費も半端ないです。でも山田さんと食べると味が落ちてしまいそう。いや、料理の味自体は変わらないのですが。でもほら、やっぱり一緒に食べる人とか環境も大切。ばあちゃん家の縁側で食べるスイカは甘くなくても美味しいし、海の家で食べるラーメンはちょっと伸びててもなんか美味しい。休憩室で楽しい仲間と食べるコンビニパスタも妙にいい感じ。でも山田さんとは無理無理。で、どういう意味だよそれ。吉野さん、僕に気があるんじゃないの。だから娘の結婚式に来てくれたんでしょ。え、お金がもらえるっていうからバイト感覚で行っただけですけど、気があるとかないない。なんだよそれ。というか娘さん放置していていいんですか。受付と休憩室はフロアが違うのにここまで声が聞こえる。このままではもっと騒ぎになるので早めに止めた方がいいですよ。そろそろ課長が出先から戻ってくるので娘さんと鉢合わせになる。もう俺の人生は終わりだ。なんでこうなったんだ。娘さんを甘やかしすぎるからでは。甘いのは果物やスイーツだけで十分です。その後、山田さん、とにかく行動が遅すぎた。山田さんが受付に到着した頃には娘さんはバーサーカー状態。観葉植物をぶん回し、到着した課長のかつらに植物がヒット。もうそれはそれはカオスな状態になっていたらしい。娘さんは警察に連れて行かれ、会社と話し合いに。山田さんもさすがに気まずくなったのか会社を辞めてしまった。それにしても結婚式に新婦が遅刻とはぶっ飛んでる。やっぱり時間を守るのは大切ですね。ちなみに私は時間を守るの超得意。今日も決まった時間に商店街の揚げたてコロッケを買いますよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。